ヒーゲルの江さんちと言います。まあ、今回ちょっと初めて発表させていただきます。内容としてはインテグレーションというよりは GitLab とフレームがうまく連携できたらいいなということでちょっとやってみましたという内容になっています。でまず、自己紹介からさせていただきますと、普段主に組み込み向けのソフトウェア開発をしてまして、これまで Android のカメラハルだとか、カメラドライバーだとか、あとは Android とか Tizen IVI の ARM ボードへのポーティングです。で、最近ですと、その ARM ボードへ、Tizen IVI で導入されてたんですけど、Wayland Weston のいわゆる対戦 IVI ではなくて、ウィーライトベストの単体の導入だとかっていうのをやっていました。で、あとたまにそのテスト用ですね、のアプリを書いたりしております。で、現在はアンボード上でウィーランドベストを動かしているときに、ウィーランドベストは逐次的にアップデートが来るので、その辺のメンテナンスだとかっていうこともしています。で、なんか時間があるみたいなので、ちょっと脱線するんですけど、私もともと大学の、院とかにいた頃は、実は組み込みのリラックスも全く触ってなくてですね、もともとは AI 屋さんの分野をずっとやっておりました。なので、EGL に入ってから、こういうことをやり始めたんですけど、全く経験がない状態でいきなりカメラハルやってて、ボンと渡されて四苦八苦した覚えがあります。はい、で、本題です。GitLab とフレームの連携ということで、皆さんご存知だと思うんですけれど、フレームからちょっと説明していきます。フレームって何って話ですけれど、Linux システム向けの、特に組み込みを意識した Linux システム向けの、テストフレームワークと言います。で、中の構造としては、Docker のイメージの中に、Jenkins の CI ツールを使って、Jenkins から、Vue のコアをなしているスクリプトを叩いて、SSH、現在 SSH 経由で、ボード上でテストすると。いう仕組みになっています。で、スクリプトの方をちょっと紐解いてみると、実はシェルスクリプトだけではなくて、Python も少し入っているという構造になっています。で、Vue の特徴としては、大体CI 経由、テストって CI 経由とかが多いので、最近は多いと思うので、GUI がほとんどだと思うんですけど、Vue の方は CUI まで用意されているというちょっと変わった特徴があると思います。で、どっちかっていうとテストスイーツの側面がやっぱり強いという印象で、たくさんのテストが常に用意されているっていう利点があります。で、それからテスト結果を、JSON の形で保存すると。ということで、その JSON の形で保存するので、再利用とかは、しやすいのかなという感じです。で、先ほども言った通り、フェイロのコアは Python と ShellScript になっています。で、Jenkins 経由でやれば、テストの実行はボタン1回だけで済むよという、いいとこ尽くしのように見えます。で、Vue のテストに必要なものとして、テストコード。当然テストをするためのコードですね。それから、スペックファイル。こういう設定でテストしてくださいねというようなものを、JSON の形で書く。それから、テスト用のスクリプト。これは実際にテストコードを叩くためのスクリプトで、これがフエゴのフレームワークに、の形式にのっとって、書くというものになっています。で、テストコードのところに書いたんですけれど、現状マスターブランチで持ってくるとターボールにしなきゃいけないんですけれど、
これ毎回毎回ターボール作るのめんどくさいなということでちょっと調べてみると、一応ネクストブランチの方で、まあ、これ多分デベロッピングのブランチだと思うんですけれど、見ると Git に対応しているようには見えました。ただなんかやってみるとテスト必ずデフォルトのところだったかなで失敗するので、まあ、とりあえず今回見送ってます。まあ、これからやろうとしていることは、のみきネクストブランチでもうまくいってないので、はい、まあ、スターブランチかなと思って、スターブランチでやっています。で、テスト用のスクリプトは大体こんな感じになっています。このテスト用のスクリプトは、フレームのコアの方から呼ばれる形になっていて、順番に、テストビルドからテストデプロイで、テストラン。その後に、テストの結果、実行した後に何かやりたいことがある場合の、ファンクションが呼ばれる形にもなってますが、まあ、最低限これを書けば一応テストができるようになってます。で、最後にテスト用のスクリプトからコアを呼び出しているという形です。で、これ順繰りに、コアの方から呼ばれるので、はい、この部分をそうしなければいいということです。で、実際にテスト結果として、クエリ後のパスの下にログズパスディレクトリができるので、そこにこれらのファイルを残すような仕組みになっています。で、それぞれ、まあ、はい、ジェンキンスのコンソールのログエンジンのリンクとか、クエリを、まあ、実際に実行したコマンドリストですねとか、実際のテストの結果をでその形で残す、これはサクセスだとかフェールだとかが入っています。で、まあ、テスト前後に実はシスログを取っていて、その、ログも保存しているようです。で、あとはテストプログラムの方ですね、テストアプリとかテストプログラムの方がコンソールに出した出力ログをまあ、テストログとして残しているです。はい。で、まあ、先ほども言ったようにテストコードをなんかターボールで用意する必要があるので、これかなり面倒くさいねということで、Git そのまま使いたいよね。あとスペックファイルとかスクリプトファイルって実はこれ特定のところに置かないと実行できないっていうちょっと不便さがあるかなと思って、この辺なんか食卓に Git で管理してプッシュトリガーで動いたらもっと便利なんじゃないのということでちょっと試してみましたということですね。で、Git で管理する、まあ、構造としてはテストコード と、その下にフレームのフォルダを掘って、まあ、そこにテスト用のものを全部突っ込もうという、まあ、よくある考えです。はい。で、実際にはこんな感じの構図になります。ローカルのところから、Git プッシュする、GitLab の方に Git プッシュすると、まあ、GitLab のサーバーからプッシュ通知がフエゴの方に飛んで、まあ、フエゴというかジェンキンスの方に飛んで、そのジェンキンスが、そのプッシュ通知を受け取ったら、テストをフエゴのテストを叩くと。で、そのフエゴ経由で SSHしてボード上でテストするという仕組みですが、これ実はジェンキンスの方に GitLab と連携するプラグインがありまして、それをそのまま入れようとすると Ruby のランタイムのインスト導入かなんかで実は解けるんです。で、調べてみるとジェンキンスのバージョンが低かったというのがあって、まあ、ジェンキンスのバージョンを上げる必要がこれをやる上であります。で、これを実際にやろうとして、問題がいくつか出たので、まあ、その対処をしています。スペックファイルはザ・フエゴコアエンジンテスト以下に置かなければいけないので、まずここの部分を改善しようということで、環境変数を1個導入して、フエゴコアの Python スクリプトの方をちょっと改善。そうですね、環境変数が設定されてなければ今まで通りで、設定されていれば設定されている場所から読んでねというふうにしてあります。
で、2つ目の問題として、これ多分フレームのバグだと思うんですけれども、まあ、はい、はっきりと検証しないみたいなんですけれど、スペックファイルにT バリューを自由に追加できるんですが、設定として。それを設定するとソースコードの展開になんか失敗する場合があると。でちょっと調べてみるとプロジェクト名にハイフンが使われていることも必ず起きるということが分かりました。で、これなんでかっていうとプロジェクトネームアンダースコアキーイコールバリューという環境変数を設定しようとするんですね。ここでプロジェクトネームにハイフンが入っていると、当然そこで起こられるとエクスポートできないというふうに言われてしまいます。で、なので、ハイフンが入っているもの、ハイフンもアンダースコアに置換しましょうねという改良がしてあるのがこの、サブになります。ここまで Python になっていますが、で、3つ目の問題としてGitLab とJenkins の連携設定すると、Jenkins がテストコードのソースを展開しようとします。で、実はフエゴってターボールで用意しなきゃいけないっていう側面から、フエゴもターボール、いわゆるコードを展開しようとするので、Jenkins の展開先とフエゴのいわゆるコードの展開先が異なるという問題が起こります。で、これ実はチェンジディレクトリーを、まあ、しなきゃいいんじゃないかという話ではあるんですけれど、まあ、せっかくなのでソースタイプっていうのを、まあ、追加してあげて、これに対応してあげればいいんじゃないかっていうのが私の考えでした。で、まあ、ターボールの他に Git とかローとかっていうのを、まあ見れるようにして、ローがそのジェンキンス、いわゆる CI ツールが展開した場合ですね、そのまま使ってねというのをフレームに教えたいという意味です。で、まあ、はい、ソースタイプっていうのを追加して、スペックファイルにまあそういうのを追加して、フレームのコアを改造してあげれば、まあ、うまくいくんじゃないかというふうにやってみました。はい。で、実際に、ソースタイプっていうのが来たときに、ちゃんとソースタイプを見てくれるように、ソースタイプの環境変数から値を取るところがファンクションです。一番上のファンクションですね。それを追加して、これシェルスクリプトですね。で、ビルドの前にプレビルドっていうのが呼ばれるんですけれど、そこで、ソースタイプがローであれば何もしないでいてねと。で、そうでなければ今まで通りターボール展開なりなんなりしてくださいねというふうにしています。で、このディレクトリの違いが生じるのは実はビルドの時だけではなくて、デプロイ、実際に、ビルドで出来上がった実行ファイルをボード上の方に送るときですね、にもディレクトリ違うよと言われてしまうので、ここも同じようにソースタイプがどういわゆるそのまましてほしいよというときは何もしないようにしてもらうとにしております。で、ターボールの場合は、フエゴはワークスペースのところにプロジェクト名のフォルダを掘ってそこに展開しようとするので、まあ、その食い違いが起こってしまうというで、まあ、これらの対象をして実際に、Git プッシュでプッシュ通知を受け取ってフエゴ用で、まあ、テストすることが実際できましたということなんですけれど、うちの方では GitLab を運用しているんですが、まあ、実際にテストを入れるときに GitLab にも CI ツールあるかなとか、そっちの方だけでなんか使えないかなという話があって、Fuego の中身を見てみると実際コアはスクリプトなので、 Jenkins ひょっとしたらなくせるんじゃないのということをちょっと考えてみました。で、実際にJenkins を取り除く
ということもちょっと試してみました。で、構造はこんな感じで、まあ、同じようにローカルから Git プッシュすると GitLab の方にまあ、プッシュされて、それをトリガーにして、GitLab の、いわゆる CI ツールですね、GitLab CI ランナーっていうのがありまして、まあ、それが、Docker のイメージの中のフレームのスクリプトを叩くという仕組みです。で、これをにしてみたところ、今度はもともとジェンキンスが設定している環境設定が、まあ、もろもろなくなっているので、いろいろ設定がないところなんです。ということで、一つ一つ確認していきましたところ、まあ、これらの設定があれば一応最低走るということが分かりました。で、まあ、上の方はフレームのいわゆるスクリプトやら、設定やらログを吐き出す場所やらのパスが必要です。で、どのボードで動かすのとかっていうのが、まあ、ノードネームからどういう、まあ、スペックの名前ですね、どういう設定で動かすのというスペックの名前ですね、それはテストスペックで、実際にテストをする場所ですのディレクトリロボっていうのが必要です。あと、ビルドナンバーっていうのが必要で、ビルドを何回も繰り返すので、そのビルドを何回か繰り返して、まあ、その改善で何回かやると、その、まあ、何回目っていう、まあ、全部ロゴを残したいっていう多分意図だと思うんですけれど、まあ、そのビルドナンバーっていうのが後ろにくっつけるために必要だ。で、これは GitLab の CI ツールの方から値が取れるので、まあ、それを入れてやるという感じです。で、あとは実際に作業するワークスペース、場所ですね、ワークスペースと、まあ、スクリプトの場所、今回私が追加したスクリプトの場所を追加してあります。で、この2つは Python 側は、参照するのでエクスポートする必要はあったと。で、これらを、まあ、テストスクリプトの方に書いてあげれば実際に動かすこと、ジェンキンスなしで、まあ、実行することができました。で、実際にまあ使ってみてなんですけれど、フレーゴー自体はやっぱり新しいリナックスボードにリナックス動かしてみました、じゃあテストしましょうというのは向いてるんですけれど、新規にアプリを起こすだとかそういったのには、まあ、もともとそういうのを想定してないのかは分かりませんが、そっちの方にはまあ向いてないなという印象があります。で、まあ、そういう意味で Git プッシュで、まあ、トリガーとして動かせれば、まあ、そっちの方面にも対応できて嬉しいんじゃないかなと思って今回ちょっとやってみましたということでした。はい、で、まとめなんですけれど、フレーゴのテストと、まあ、GitLab の連携を、まあ、今回ちょっと試してみました。で、一応、まあ、フレームのコアの方に、まあ、手を入れることで、Git プッシュをトリガーにすることができて、まあ、一応 GitLab 単体でも使える環境が、まあ、作れましたという報告です。一応そのフレームのコアの方に手を入れなくてもやることはできるんですけれど、まあ、コアの方に手を入れた方が綺麗なのかなというふうには思いました。はい、以上です。質問であるとか、一つだけあれなんですけど、ティム・バードって知ってますよね。あ、はい。今朝いた人なんで、あの人にこの話を入れると、そうすると、まあ、1時間ぐらいは話が出る気がするんで、はい、今一生懸命ティム・バードに戻ってこいって一生懸命念力を送ってみたんですけれど、ちょっと空振りをしてしまって。すいません、ちょっと気が利かなくて。いい、本当に冗談抜きなんですけれど、はい、これ、ウィキの方にプレゼンテーション資料をできたら、はい、フォントのままで上げてみていただけますか。そうすると、はい、英訳にちょんちょんとしてこういうこと言ってるよって、さすが日本語だったら一応言わないんで、はい、またちょっと
簡単に英訳していただいて、あの文法なんかどうでもいいから、はい、で受けていただくと本当にあのティムがすごく、はい、助かると思います、はい、いい情報だと思います。バーグみたいなのかなっていうところはちょっとなんか整理して、いやそうではなくて、それが基本あまりよろしくなくて、はい、このくらいの段階でポイントを上げちゃった方が話が良くて、あのだって調べる前に実はあいつ知っててこれこうだよって答えが出ちゃったら、そうしたらあれじゃん、はい、でしかもあのこの段階であれだったら、じゃあこれもちょっと一緒にやってみてとか、いろいろそういう前向きな話が出てくると思うので、はい、あのこれね、平松さん、これ思うんだけど、典型的に日本人がやっちゃうパターンなんだけど、一生懸命真面目なもんだから、一生懸命こう調べた、その結果で、あの満を持してドンと出すっていうのは、はい、実はコミュニティ流儀として、あんまり効率的ではなくて、なんだかよくわかんないんだけど、こんなのが起きてんだよっていう話にポンと投げるっていう方が、はい、むしろ美味しいと思います。で、少なくともティムバードの場合は、そんなことやったからといって、まさかりぶん投げてきたり、そういうことやる人じゃないし。試してみてくれる人がいるわけでも、うん、しかもそれを GitLab と Git との間で勉強を取ってもらって、ちょっともしかしたらチームもあんまり考えてなかったことかもしれないし、はい、俺はあのそういう意味で本当に申し訳ない、あのチームにお前ちょっと昼飯の後も戻ってろって言っとくべきだったっていうふうに。はい、でそのためにもあのやはりちょっと日本語 の、スライドだとあのちょっときついんで、あの英語にしたいんですよ。でそうするとあの、PDF で載っけられるとちょっと面倒なんで、あのもし許していただける、あのこれしかもこのグループたまに Linux のコミュニティはあのパワーポイントであの言うと、そうするとまさかに降ってくるやつがいるんだけど、ここ大丈夫なんでちょっとそれお願いしてもいいですかね。基本的に余裕があればちょっと英語に対応してみたいと思いますけれど、はい、うん、まあこのぐらいのやつだったらすぐに英語に翻訳できる人がいるんで、あ、はい、あのパタパタパタってやっちゃうっていうこともあるんです。だからとりあえずまず日本語でボンドで受けてもらって、あ、はい、わかりました。であと英語のクオリティは全然 OK なんで、あの3人称単数現在の S が抜けてもそんなの気にする人は基本的にこの Linux のコミュニティにいないんで、あ、いや、いないって言ったら嘘になるけど。わかりました。はい。すいません。あの、一人で燃えちゃいました。あの、何か、ぜひ。使ってるクエドのバージョンって、マスターブランチの最新とか。あ、はい。試したのマスターブランチの最新と、一応、いつだったか、ネクストブランチの、先月の中頃ぐらいのもあのちょっと試してみてっていう感じです。なんかあのティムがあのバージョン 1.1 って言われてたのかどうかって分かります。ああそこはちょっと分からないですね。はい、そこはちょっと見てなかった。結構今朝そこら辺のところに突っ込んでくるかと思ってます。ね、とりあえずマスターの最新。そうですね。とりあえずマスターの最新。すいません、英語をどういう用途に使われてるんですか、なんか。あ、それも兼ねて、まあ、ちょっとやってみた。あの実際にあの EL の方でどういう感じで使えるのかなと思って、はい、で一応その、最近少ないんですけれど、ボードにシステムを起こすっていうことも、まあ、やってはいるので、ただあの、うちらのチームはどっちかっていうと、あの最近はユニットテストをゼロ化したいのとか、そっちの話の方が強かったので、で、まあ、でそれも組み込みの方でやってるから、ボード上でテストしてくれる無料っていうのがあるよっていう、まあ、一人調べてきて、それが実際にどのぐらいどう使えるのかっていうのをちょっと調べてほしいって言われて、まあ、それがきっかけだったかな。じゃあ今回はフエゴのベンチマークをちょっとしてみたら、そうですね、どういうことができるのかっていうのをちょっと調べて、まあこういうことができたら嬉しいねっていうことができないかなっていうことをちょっといじってみたという感じです。ありがとうございます。
過去に、ね、あのテスト無環境ってやっぱり重要だよねって言って、テスト無環境だけでミニジャンボリーなんてやったことあるんですよ。あ、はい、であのもしあの興味がありましたら、またやってもいいかなと思っていて、例えばフェードであると、あのまさにあのフェードを今後どうやってマイグレートしてあの発展させていくかの、まあ、今日のような話をあのざっくばらんにできるようなものがいいかなというふうに思っていますので、その時またメイリングリストに流したりしますので、あのぜひあの参加していただければと思います。はい、あの我々としても、あの庶民としても気になるんですけど、こういうものはちゃんとしてくれるというのはすごくありがたいと思います。どうもありがとうございます。ありがとうございました。